皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況早速やっていきたいと思います。今回はいいねランキングの難しいのコースでどんどん遊んでいきたいと思います。最初ミニゲーム、タイミングよくジャンプしてクリボーを倒せ、左ハード、こちらのコース挑戦していきましょう。クリア率 11% だけど、左ハードってことは右はノーマルかな。多分それがあるからこそのクリア率なんでしょうね。タイミングよくジャンプしてクリボーを倒せって、これ倒せるの？倒せます？どういうこと、どういうこと。厳しいぞ。あ、そういうことか、そういうことか。なるほどね。何があるのか全然分かってなかった。どうやって倒すんだろうとか思ってたけど。オッケー。どこに、おぶねー。ハードというか、ノーマルの方までやってないんだけど。あーし、これで、クリアじゃないの？ハード。イエーイ。あ、パーパーになった。やったー。てっぺんつかまれなかったけど、ノーマルの方クリアできなかったのにハードモード一発でクリアしちゃったよ。やっぱりくるくるさん天才じゃない。やったー。下でさっきからクールが吠えてるんだよね。それがちょっと気になる。ミニゲーム、タイミングよくジャンプしてクリボーを倒せ、左ハード、やったー。はい、お次はこちらのコース、30秒チャレンジ、スパイスさん、クリア率 1.95% ですね。ベストクリアタイムは28秒。まあ、30秒チャレンジで 28. ちょっとのクリア率なんで、あー、タイムなんで、うおー、これタイムはかなりギリギリ、イエーイ。1% 台のコースだわこれは。でも結構面白いかもしれない。こういうコースなかなかないですよね。ほい、こうだこうだこうだ。この先の道を分かんないと辛いけど、ピジャーンからの落ちます。こうでしょ、早く切り返してジャンプ、バネ使って、あえー、嘘でしょ。うわ、ここのピージャン難しいわ。いくよ、バネーバネーピージャン、よしよし、こっちか。あー、パウが投げられなかった。スタートの直後の切り返しも結構難しいですね。で、ここバネー結構死んでる。よいしょ、ピージャン成功。戻って大ジャンプからのパウ投げーからの連続ジャンプ。次はこっち、はいはい、もう一回パウ乗ってバネ使って、これでゴール。オッケー。後半は割と簡単だったかな。やっぱりスタート直後が結構難しいところ多かったですね。リセンス30セカンドチャレンジ、ディセント、ディセント。さあ次行こう。はい、お次はこちらマリオ3のコースから、チャレンジワールド2ミディアム。クリア率 6.9% ぐらいだったかな。見た感じはオーソドックス系のコースですね。いやー、いいね。マリオ3のコース大好き。尻尾マリオの扱いは苦手だけど、やってて楽しいんだよね、マリオ3は。あと、音楽がいい。ワールドも音楽は好きなんだけど、ワールドのコースは難しいのが多いからちょっと躊躇しちゃうところがあるんだけども、タッタッタンタラタラタンタン。あ、なるほどね、こういうことか。こうやって道を作って、今度は上を亀を通してやれよと、そういうことだよね。任せて、跳ね返ってきたりしないよね、大丈夫だよね。しまった、本当はこれクリボーをあっちにやんなきゃいけなかったのかな。でも1アップをやればまだなんとかなるか。1アップで P スイッチを踏んでもらう、くるくるくる。よいしょ、
ってくれないな。よし、行ったか。今がチャンス。あ、そうだ。今ね、ちょうどね、サッカーワールドカップ出場決まりました。日本代表おめでとうございます。フランスワールドカップの時からね、ずっと応援してます。こっち。怖い怖い怖い。これ上にあったの何だったんだろう。キノコとかかな。確認したかったけどできないや。トゲゾが散った。壊してくれるのはいいんだけど、普通に進んじゃって大丈夫かな。下のトゲに意外と当たりそうで怖いんだけど、こっち、ここは、いいジャップイエイ。これキノコでしょう。やったー。でも中間待った。もっとやったー。そして、なんだなんだなんだ。何かの口のオブジェクトっぽいところにお邪魔しました。葉っぱを使って、飛んでいくよ。ほい。グンバさんを踏みまくって、ほい。あまり高く飛びすぎると、次の、クリボーさんを踏めなくなっちゃう。でもまあ、難易度的ならそんなに難しくないかな。ビチャップ。ここはなんだろう、空飛んでいくのかなと思ったけど、とりあえず大きなのこの苔ってそのままずっと飛んでいけば良さそうかな。ここ、上に飛んでいくのか、それとも下かなんかで登るのか。あ、そういうことか。まあでもダメージ食らっちゃったけど、とりあえずゴリゴリで登ってきましたよと。ゴール。これ最後ボス戦か何かあるともっとクッパ城らしくてよかったかもしれないですね。マリオナンバーワン。ふふー。マリオ3では言わないんだよね。マリオ3で何か掛け声言うとしたらどんなのがいいかな。まあマリオ3の時喋んないからな。チャレンジワールド2ミディアムありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。お待たせいたしました。今日の最後はこれ演奏系の、半自動とかではないんだけど、うまーくアクションしながら演奏していくコースかな。激突グルメレース、アホロワさん。クリア率 14%、ブシトクリアタイム30秒。グルメレースの演奏系コースはもう定番なんだけどね、どのコースもどのコースも素晴らしいよ。ラン。なんだよ、ここを投げるかい。ここでみんなやられてんのね。嘘だ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 。なぜそこ落ちるんだよ。いや、他のカービィの演奏系ではあんまり聞けないメロディーのところをたっぷり聞けてよかったですね。いつもだいたい決まったフレーズのところが流れるんですけどね、この土管に入った後なかなか聞けないところ、いいね。やっぱりいいね。ランキングに入ってくるグルメレースは一味違う。アホロワさんのダッシュ演奏グルメレースでした。ありがとうございます。というわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録がまだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。